あーもうしゃーねーから、この謎にバカたきピッコロな、これもうメルカメルカリで買ったの5000円も出して、こいつなんでこんな高いの来た。手厚いサポートってことで、ユニット組むと敵のチャージを超速くして、自分チームのエナジープラス2と戦闘力バトル終了時にご飯がいれば記録2本回復してくれるんですよね。これで、このユニットも強くて、チーギーユニット持ってますこれ、 CA、TA どっちも封印で、ガンガンインパクトが最小リズムのね、固定ダメージ1500できるっていうことで、これねかなり強いカードなんですよ。これもピッコロでエナ上がるんで、これ開幕しますよ。開幕して、でこのトランクス、これでね宝箱動く、まあ封印して、でこれ結構ガチで考えましたね。これはなんかね、アイオス軍団と最近よく組まされてるんだけど、俺この開幕チャージ型でね行けばエナ2、3、4個プラスされるから、開幕エナ4つでね始められるからね、このご飯、あーこれタチコか、7日だったら言ってたけど、チコちゃん入ってっからちょっと難しいかもしれない。はい、このマスカットシャイニング、もう敵で結構来ちゃってるから、まあ、使われてはいるんだけど、自分で使うの初めてですね。はい、アプリ3でいいかな、これ3でいくわ。これ2ラウンド目5件もあるし、でピッコロユニットもあるから、耐久はね言うてめちゃくちゃ硬いと思うんだよこれ。まあ 2でもいいかもしれないけど、まあ3にピッコロユニットでもよかったかもしれない。でもまあでもこれね、これチコちゃんが強いの出たらね、マジでこのピッコロは化けると思う。っていうか今の時点でも高いしね、ご飯 SH も一緒に化けるから、 SH 軍団も侮れないよこれ。今めちゃくちゃ環境多いからな、この2枚は。はい、楽しみ。さあマスカットシャイニングお、うわ、ノーマボか、ノーマボ、相手結構強かったような気がするんだが、黒衣の戦士、しかも黒衣の戦士が、あのいつものじゃないね、あれね、赤いオーラまとってないから、なんだろう、あいつ、あれ、ユニットのやつとかなんかな、ぱっと見ね、開幕チャージではなさ、開幕チャージじゃない、でもこのブーとか、ね、完全トランクスザノで死ぬんで、まあ、ザマーって感じだね、完全なるザマー。ザマーゴッドメテオだ。やっぱこのトランクスゼノ刺さるような、マジでトランクスザノ1マジ強い今本当に。この開幕チャージ強いな普通に。なあとチコちゃんの剣術あたり出ればもういいやな、これ剣術でいいや。チコちゃん、ダンちゃん呼ぶなんだドワッ。はい、まあ先行取れないかなこれ。あー、記録ダウンさせられる多分。あ、しょうがない。あれ、それしょうがないんだっけ。あれあ、そいつしょうがないか。ただチェンジスイッチボック、まあ先行は取れないね、先行は取れないけど、まあこっち気絶もそんなしなそうなんで、トランクスで記録回復率上がってるからな。いやマジ1ラウンド目からこの安心して技っていうの強い。まあ強敵とフィンいたらちょっとあれだけど、最近そんなにいないんであいつらね。やっぱあの宝箱悟空とかそっちの魔人ブーブーみたいな方が流行ってるからな今の環境だと。ただなガード硬くなっちゃうのか、いて開幕チャージ対決でどうなるか結構気になるな。これおー、いきなり田原スイッチしてきた。気力ダメージに弱くしてきたな相手な、なんかいやらしいな。よし、レベルアップしたぞ。いや、ただこれもうやっぱウサピョン強いな。あとこれウサピョンにしてる理由、龍拳でエナジー上がるから、産卵の上にピッコロのねユニット組みやすいんだよね。なんかエナジーどうにかして貯められなかったとしてもピッコロでなんとかなるんで。ああでもこれ手厚いサポートね、マスカットシャイニーの手厚いサポートとこのトランクスのねナビゲーターで記録ダメージ率アップすれば、多分ベジータやられても気絶はしないんじゃないかな。これピッコロさ、戦闘力バトル終了時に記録2本回復するの普通に強いなこれ。で守りの構えやっとけば、あーそっか相手しかも技出てないか、あーオッケーオッケー、このエリートの削られ具合で分かるな。おっと最速押せないでいく。そっかピッコロ最速もできるのかこれ、強いな。おまけに最速持ってるからな。あーでも結構ヒーローで結構削られるね。あーまあウサピョン気絶ぐらいはまあ妥協ってんな。あーオッケーオッケーオッケー、もう勝ちなこれな、勝ちゲー。しかもこのゴジータでガード上がってるから、またご飯が5000個手入んね、強いなこれ。ご飯 SH 結構強いなこいつ、5000個手持ってんのか。あーまあそれご飯にやられても5000個手は入るからパワーなくなっちゃったらまあ大丈夫だろ。5000ウサピョンでね固定クラッシュ、多分ご飯とチコちゃんで固定やった後に5円で死ぬ。
ミラクル出るじゃん。おー出ねえ。で父親のプライドのプラス5000とチコちゃんの30で8000。あーいける。わっ強えな。ご飯超遠景 SH 強い。ちょっと8やろ俺。おーナイス。どういやでもチコちゃんの軽くじゃ無理だなこれ。チコちゃんじゃ無理だ。まあしゃあないや。あれあれお前なんで3000個で入んないのこいつ。チコちゃん3000個で入んなかったんだけど。あこいつパーフェクト勝利じゃないダメなんだ。あのこれでマスカットシャイニングのユニッツ組んで終わりやろ。いや強いねこれね。これめっちゃ強いな。この性能で CATF やばい。これよくよく考えたら普通にやばいわ。ああ記録弾やられた。若干暗黒戦論怖いんでこれ1枚出せるわ。あとこのピッコロ今強えなと思ったの。これサポーターでも記録回復するわこいつ。これいい顔だなこいつな。終わりやお前な。で自分で絵の破壊しちゃうから必殺も打てなくなるの書いて完封タタあ暗黒戦論ビビったけどできねえじゃんよくよく考えたらそうかできねえのか暗黒戦論相手。あでもビビる必要なかった。まあでもご飯1枚出して勝っちゃうの分かってたんでどうせ5000個で終わりやがった。終わりや。まあいいほらあまあまあいいよしたらいいじゃん別にどうでもいいや諦めろ違うの無駄始めねえからお前。あよし潔いな。うん潔いことはいいことだ。